すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録、法人研修はユースフルフォービジネスで検索。どうも皆さんこんにちは、ユースフルの鳥羽です。この動画では動作命令について学んでいきます。具体的には今回の内容を学ぶことによって皆さんはセルヤシートブックに対してああしなさいとかこうしなさいといった動作を伴うアクションというのをさせることができるようになります。そして今回ももちろん実務品質の内容を中心にご紹介していきますので、ぜひ今回の内容も一緒にコードを書きながら慣れていきましょう。というわけで本日も楽しく VBA の学習を始めていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ではまず一番最初の動作としてセレクトというものをご紹介します。このセレクト、指定されたセルヤシートブックを選択することができるのですが、こちらもコードを書きながら確認していきましょう。サブと書いた後に今回セレクトメソッドというのがね、正式名称なんですが、セレクトメソッドというものでコードを書いていきたいと思います。そして今回はオブジェクト式の超重要な2つの構文のうち対象ドット動作というものを使っていきます。なので今回も同じくこの下の部分に対象ドット動作と構文を記載して、これと見比べながらコードを書いていきたいと思います。そしてまず一番最初、選択するという動作をさせるためにはそのための対象を選ぶ必要があります。今回例えばセルの D の3を選択していきたいと思いますので、まず一番最初免じという言葉を使ってセルの D 3を対象として記載をします。ここまで終わりましたらピリオドを打った後に動作を記載していきます。セルの D 3に対して今回行わせたい動作としましてはセレクトによって選択しろと命令をすることですよね。なのでセレクトと記載をしてあげてください。ではここまでできましたら F5 キーで実行にかけてみるとセルの D3 を選択することができました。このセレクトという動作は実行結果を確かめたいなんていう場合によく使われますので、ぜひこちら覚えておいてください。では次にご紹介したいのが挿入と削除を行うインサートとデリートです。こちらを特に行とセットで使われる場合がほとんどなのですが、追加の動作をした場合に行の上と下どっちに行が追加されるのか注目してここから内容を見てみてください。ではこちらもコード書いていきましょう。タブとした後にインサートデリートという名前のサブプロシージャーを作っていきます。そして見やすいようにこちら拡大してコードを書いていきましょう。そしてこちらも先ほどと基本的な考え方は全く同じです。対象ドット動作のオブジェクト式にのっとってコードを書いていきましょう。一番最初対象としては今回は3行目に対して行を追加するアクションを行わせたいと思います。なので見やすいように黄色に塗ってからサブプロシージャーの中でコードを書いていきましょう。3行目ということで行を扱うための言葉覚えてますかね。ローズというのがありましたのでローズと記載をした後にこの括弧内の数値で3行目を指定してあげてください。それが終わったらインサートという動作を行わせていきたいと思います。ではここまで書けましたら F5 キーで実行にかけていきたいのですが、この3行目の上と下どちらに行が追加されるのかに注目して見てみてください。では実行にかけましょう。上の部分に追加されたのがわかるんじゃないかなと思います。これは皆さんの普段の Excel の動作と全く同じです。例えば先ほどと同じくこの4行目に対して挿入のアクションを行うと上の部分に挿入されますよね。こんな風に Excel の機能をプログラムから実現したものが VBA なので、基本的に Excel の動作と全く同じなんだということを頭の片隅に入れておいてください。そして次に同じく行っていきたいのが行を削除するという動作です。こちらもコードを書きながら確認していきましょう。ローズとした後に行を削除したいのですが、今回は例えばこの5行目を削除したいと思います。その場合には対象として5行目を指定し、その後にデリートという動作を行っていきます。ではここまで書けましたら F5 キーで実行にかけてみると一瞬で5行目を削除することができました。このインサートとデリートは行の削除だけではなくて、特にデリートの動作の方はシートを削除したりとか、はたまたブックを削除するみたいな場合にも使われますので、ぜひこちら覚えておいてください。はい。では最後にご紹介したいのが自動化で大人気のコピーという動作です。特にその貼り付け先というのを補足事項として指定することができますので、こちらに注意してこれからの内容をぜひ見てみてください。というわけでサブプロシージャーを作ってコードを書いていきましょう。コピーとした後に今回はコピーメソッドという名前のサブプロシージャーを作ってコードを書いていきます。そして今回は具体例として例えばセルの A1 から C の3という箇所をコピーして、それを他の箇所に貼り付けていきたいと思います。それにあってまずはコピーをするにあたってそのコピー先の対象ドット動作の構文にのっとってまずコピー元となる対象を指定したいと思います。今回のコピー元はセルの A1 から C3 となりますので、レンジとした後にダブルクォーテーションで囲んで A1 と C の3をコロンで繋いであげてください。これによってコピー元を指定することができましたので、その後にコピーという動作を行わせていきましょう。ではここまでできましたら F5 キーで実行にかけてみると、親コピーの動作をしたにもかかわらず何も起きてませんが、コピーの動作
実行したはずなんですが、このセルの A1 から C3 の箇所が点線で囲われただけですよね。そうなんです。このコピーという動作、そのコピーするアクションと一緒に貼り付け先も指定してあげる必要があるんですね。その場合にはコピーと書かれた動作の後に補足事項というのを書いてあげる必要があります。具体的にはこのコピーの後に半角のスペースを入れるとディスティネーションという文言が出てきました。これ難しい言葉で名前付き引数なんて呼んだりもするんですが、この動作が持っている引数というのを名前で指定することができます。なのでディスティネーションと書いて後にコロンとイコールを打ってから貼り付け先、今回はセルの A の5という場所を貼り付け先として指定してあげたいと思います。ここまで書けましたらもう一度実行にかけてみると、今回はセルの A1 から C3 の内容を A の5以降の場所に貼り付けることができました。ちなみにこのコピーという動作、引数は1つしかありませんので、ディスティネーションという名前による指定というのを省略することもできます。ではこちらでもう一度 A の5ではなく A の9という場所に修正してもう一度実行にかけてみると、この場合でも実行することができました。動作に対してはこの補足事項としてオプションを指定することもできますので、こちらの方法はぜひ覚えておいてください。そして最後もう一つ皆さんにご紹介したいのが、コピーだけでも確かに十分なんですが、その貼り付けの形式を指定したいなんていう場合もありますよね。 Excel でいう形式を指定して貼り付けみたいな感じになるんですが、最後このやり方ご紹介して終わりにしたいと思います。その場合にはコピーのアクションを行った後に貼り付け先というのを指定していきます。例えば今回は E の1に貼り付けていきたいと思いますので、レンジとした後に E の1という場所を指定してあげてください。そして貼り付けを指定する場合の動作というのもこちらも新しいものとしてペーストスペシャルメソッドというのがございますので、こちらで指定していきたいと思います。ペーストスペシャルと記載をした後にこの貼り付けの形式というのをこのような形で指定することができます。例えば今回は値として貼り付ける Excel ペーストバリューズというのがありますので、こちらを指定してもう一度 F5 キーで実行にかけてみると、この場合にも値のみとして貼り付けることができました。実務ではコピーメソッドでも十分なケースも多いですが、こんな風に形式を指定して貼り付けるみたいなこともできますので、こちらの方法もぜひ覚えておいてください。ではここまでがセル行列に対して行わせることができる代表的な動作やアクションについてでした。はい、皆さんお疲れ様でした。まずは最低限押さえていただきたい知識として代表的な動作や命令ご紹介させていただきました。ここまでの内容で皆さんはオブジェクト式の超重要な2つの構文、対象ドット属性イコール値っていうのと、対象ドット動作の基本的な書き方をマスターすることができました。より皆さんが汎用的なマクロを作るために必須の知識というのをご紹介させていただきます。ぜひ次回の動画もお楽しみに。というわけで次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。 See you next time. バイバーイ。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフルフォービジネスで検索。